オス誠です。はい、園芸店で買ってきたビカクシダを株分けしようとしたんですけど、ちょっと失敗してしまって、どんどん変色していったり、それで今日観察してたら、ここの隙間、貯水葉の隙間からピョってなんか出てたんですね。ニョ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 って出したらピョッと取れたんですね。これっていきますか？全然まだビカクシダちょっと理解しきれてないんですけど、小株なのかな、成長点とかあるんですか、ついてるのかな、これどうなんだろう。先日ツイッターでもみ殻がすごくいいよということを聞いたので、堆肥がこれがすごい発育に効くと聞いたので、やっぱ土とは違ってすぐ出てきちゃいますね。かなり通気性、水はけがいいですね。水切り起こさないかちょっと心配ですね。でこちらもちょっと株分けを失敗して、元気なくなっちゃった子なんですけど、まあちょっとだけ取り戻してきたかなって印象ですね。でピート板を砕いたものにやってますけど、水苔の方がいいのかな。ちょっとやばいですね。はい、チランジアが揺れてます。100円ショップで買った時からちょっとこんな変色してたんですけど、頑張ってくれ。そして胞子培養、リドレー、ヒリー、そしてワンダイ出てきましたね。全然見えないんですけど、その3種類ともちょっと緑になってきたので、あ、発芽に関しては成功かなとは思ってます。で水苔はまだうんともすんとも言ってないですね。ジフィーセブンの方では3種類とも出ました。でこのピート板の方ではまだ観測してないですね、初根は。やっぱジフィーセブンはちょっと早いですね。ハウス内の温度は 17.9、18 度、湿度は 87.2%、CO2 482、こんな感じですね。ですと外気温が12度、